ルカコーラの真実を知りたいか。歯をドロドロに溶かす有毒なお水さ。だがお前ら頭の弱い連中はその毒をさもうまそうに飲み干すんだ。やべえ、なんだこいつ。メガネ早く頼む。よし、やるっけい。どこ？記憶ない。あーはは、あーは？プール。さあ、脊髄が無事なことを祈ろう。さあ、メガネが出てくるかな？シークレットアイテムってさ、まだあるの？何があるか気になるよな。まあでもドゥームがあるなら、ありそうだよな。ピップボーイかは分からんけど、もしくはあのボルトスーツかもしれない。ありそうだよな。どこにある？どここれ？全然わけわかんないところ出たな。あー、ここか。メビウス工作。なにこれ？は？なんだこれ？これ消火器っぽいのこれか。これが消火器？全然違うじゃん。小型冷却器。クラフトに使うよ。いや、このまま使えるだろう。ちょっと待って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 、ちょっと在庫チェックする。まず4の4な、4の4の4の6、ハンディが3、10の38ってマックスじゃないの多分。ボルツはこれアイスじゃなくて常時マインにしておかなければいけない約束があるから。マインの、うん、これでいこう。やっと金曜日だよ。超疲れるわな。おい、危ない、スタックしたな。つながってんのか。これね、見えるからな、答えが。左とこれとこれ。
ップじゃねえかよ、ふざけんなよ全部かよ。やばいやばいやばい、ちょ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 、またブラウザが暴走してるんだ。これ最小化して忘れてた、ダミーテキスト、よし、これで OK だ。セオドアが来たようだな。オニールが出なかったのもそのせいか。セオドア、ユキコの拠点のあたりだな。会っておくか。ユキコやられてるよ多分。これかけてもいいわ、コーヒー一杯かけるわ。またこれがセオドアの力だよ。ドクロを組み立ててろうそくを置いていくからな。細かいよな。あ、ここか。あははあ、ダメだ、ダメ。どうしたお前、フル。これなんだこれ、こんなんあったか。お、ここにも箱あったのか。なんだ、はい、ゴミゴミ。これだけ。私しゃがみ移動がおかしいよな。しゃがみのくぐりが結構バブるよな、FPS だと。うん、開かなくなってる。あー、ユキコ死んだわ。見てろ、イルカ帰ったぞ。ユキコいるのか。いない。タタタタン、いるか。ただ何かあったのか。まさか。やばい、アドミンルームだ。どうやって。分かったわ。そこで会いましょう。オニール黒幕だな。オニールが拠点を離れ、脊髄の立ち入り禁止区。おい、黒幕分かったぞ。らしくない。らしくないじゃないよ。おい、まさかの黒幕はオニールか。分かったな。すまん、ネタバレしたわ。オニールっていうのはハゲてるやつだよ確か。弱そうなやつ。弱そうなやつ、弱そうなやつだよな。あれだ、エイリアンで死んだやつと同じような顔してるやつ寝てるわ。寝てないわこれ。わあ、ポーチ。ふう、もうこれ完全にアルチューで寝てるわ。あ、ダメだ、踏めない。あ、踏め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 。わー。来てるな。めんどくさー。
これセーフルームだから入ってこられない多分。強制巻きだ。早く早く早く。うえ。通常のノーマルモードだったら普通にやれるんだろうな。銃使って。ディウください。おい出ない。ここはやけに厳重だな。厳重か。チップを持ってるの飲むに入れるぞ。うん、処刑されるぞ。はい、あー、なんでこんなにセーブがあるの、よくわからないな。あ、でもセーブ取っとかないと死んだらめんどくさいな。ちょっと一度やっとくか。ないで、ホールアウトシークレットは結構出てきてないよな。もうなんか終わりっぽいけど大丈夫これ。こういう演出とある映画だったけどな。これはなかったな。臭そう。何をしてるんだうどん食ったやつでうどんの出汁取ってるんじゃねえかよこれ。もうマジかよ、これが真実か。これでまた美味しいうどん作ってるのかよ。ほらもう結構出汁出てるこいつ。そううどん、うどんになっちまってるよ。これは殻だぞ。もうこれさ、これ全部開いたら無理だぞマジで。不可能だよ。ああここ開きそうだな。思いっきり光ってんじゃん。もうこれ電池切れ寸前なの。もうやめろ。斧がないな。チップがないと入れないのか。大丈夫、チップその辺があればいいが。その辺に頭が置いてあるだろう。頭を使え。あるじゃん。え、うどん化してる。どんうだよ。なにこれ、これやれないじゃん。おい、くれ。作用が発生した。
混乱状態になる。ごく一部の住民にはしか見られないが、まあ、最終的にはうどんになっちまう。取れんぞこれ。どっかあるのか。もうほんといきなりやめろ超びっくりして今の来てるの分かったけど、まさかのガラスから来るとは思わなかったよ。普通に扉から出てくるのかと思ったよ。チカ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 。仕事してくれるんだ。あ、レッドシリーだ。あれ。お、冷却装置。レッドジェリー。近いか。誰だ。お前かよ。起きるなよ、また寝てて。おやすみ。おはよう。起きない。やめろ。誰だ。なんだこれ。どこから湧いたお前。あーボルトで開く。多分こういうところはシークレット的なところだろう。ユニオンの住民か。メビウスはここで何をしていたんだ。ん？こっちが行く場所かな。上かな。ああ、ラボ2って書いてある。下だ、さっき。じゃあこれ
見捨て場か。穴、化け物穴へ入れろ。穴の中から声が聞こえてくる。やめろ、まさか集合体になるか。最悪だ、来るぞ。ここを出ないと。何が来る？バナナ？まるで底なし沼だ。スネーク、レスポンスネーク、スネーク。ラジオ消えちゃったよ。青状態だと無理だな。敵も全部消えるからな。消えてねえし。くそ。バーナーナあれか。おいおい、いきなりこっち来るんだよマジで。ムグスのサイコキネシスかよ。うわっ、なんか降ってきた。バナーニャー、なんもねえわ。じゃあな、バナナ。ほんまちょろいで、このゲーム。なぜ下に来る、お前。やばい、捕まってる。やべえぞやべえぞ。だめだ、こんなんちょろすぎだよ。うどんよりも弱い。やめろ。オープン。またあげて。上がらない。なななあ、髪を切らないから視界悪すぎ。ああ、吸われる。ああ吸われた、うどん吸われたわ。俺もうどん食ってたのか。もしかうどん入れられたな。うどん注入だよ。後ろ向いてる時じゃないと無理だな。このゲーム結構一定距離内に入ると普通に気づかれるよな。てか裏回れるじゃん普通に。何だねん。じゃあな。表から行くのも不可能だよ。うわっ、うわっ。は？バナナどういうことこれ？え？こっちから来たのか。
ち通らないとダメだ。おい、もうやめろよ。なんだよこれ、絶対気づかれるやん。クソゲーだわー。何のために瓶が置いてあったかだよな。瓶は取っておきたいんだがな。まあいいや、しゃあない。ん？あ、これ通過してるところからだ。すまん、こっちだ。させるんだあいつ。またあれだ。なぜ追ってくる。消えた。ここと何の関係があるんだ。あれバナナだよ。そろそろわかるか。ああ半分あったわ。組織報告せよ。クソ、モルモット扱いだ。長期的な攻撃。組織アンブレラ。ああ。メビウスはステムが及ぼす影響を知っていたんだな。生き延びたのは俺だけらしいからな。あれ？メガネは？メガネは？え？メガネどうなった？全然記憶ねえわ。メガネやられた？話垂らしてた記憶あるけど、こっちじゃないよ、こっちか。え？わかんねえぞ。抜け道か何かある？どうか？バグ？あ、ここにもなかったわ。すまん。ジェームズだ。カステヤノスがどこまで知っているかさえ把握できれば、あとはビーコン事件を偽装できるぞ。ジェームズ、キッドの言った通りだ。奴らはどこにでもいる。ずっと目と鼻の先にいた。こっちか。終わりっぽくないか。出口か。やったか。出口か、やったか。閉じ込められた。出られない。逃げられる。これは
俺のせいで全部。一体これは進めない、進めない。苦しみの原因は自分。メガネー、早く助けてくれー。ステムに囚われた。メガネ来ねえよ。絶対に出られない。いや、俺は出る。だがお前は連れて行けない。は？何だったんだ今までと違う。リアルで何かが変わったような。昔の記憶を捨てた、うん、いい気分だ。はい、になっちまったよ。頼れる相棒だ。久しぶりだな。銃もらった。これか、リボルバー強いか。構えんのになんで今のアクションが必要なんだよ。あーはー、ここか。このエリア2に行ってない。うっそー、外れルートだったわ。おはよう。お前はみ出てるよ。これは誰だよお前。チップ埋め込まれてるわ。ロストか。え、起動コード0128。チップがまだあればユキコが通ったドアを開けられる。なんだっけ。ダメじゃん。0728だっけ。違うじゃん。あれいくつだっけ。やばい、もう忘れたわ。おファイルなくなった。わあ。あ、どこだ。ファイルこれか。0128。固定し0128。固定はしてる？してるな。あれ？なんかパスワード違ったか？よし。入ったわ。何が起きるか。やめろ。逃げろ。
うおい、貫通したよ。で、意味不明、どうやって取り出したんだよこれ。これが死体だったことを喜ぶべきか。ここから出よう。普通に出られると思うの？もう起きてるよみんな。どんな感じで今状況がわからん。結構起きたな、半分ぐらい起きたわ。出勤したかな。さっきのところで食ってるな。やっとけよかった、あいつ。1じゃ済まんよな、多分2ぐらいはいそう。あーがいる、しかもどこにいるの。斧がないとつらい、この辺いそう。下が、下か、ここだな。いや下だ。普通に考えたら下に大量にいるか。帰り道だもんな。見えない。あと2番見てないわ。ゲート、わお、ダブルできてる。疲れるかな。バルタが、いやー叫んでる。おいやめろ。うどんマン来た。やばい、もっとやばいやつ来た。叫ぶやつじゃねえ、もうあいつかよ。臭いやつじゃねえかよ。臭いやつマジめんどくさいからな、こいつ。臭がないと負けない。叫ぶやつもいる。髪薄いやつもいるし、もう。
バレてない。まあ何食ってんだよ、そこ何もないぞ。しかもダッシュで来るぞ、気をつけろ。もう参ったわ。バレた。バーク。あー、1200、うまっ。あとあの臭いやつ、いたいたいた、撒き散らしてるわ、悪臭を。すでに2割の住民が殺された。この戦争、努力が無駄になってしまった。コアが脱走して1日も経っていないが、その後数時間で大量のロストが出現したと報告を受けた。今ではそこら中にいる。すでに2割の住民が殺された。ああ、残った人間も駆られている。悪夢のようだ。このペースだと2週間で全滅する。メディウスとの通信は途絶えた。2週間後っていう映画があるんだ。我々は閉じ込められた。2週間後だっけ。24時間後と。もう取り返しがつかない。ユニオンは終わりだ。みんなここで死ぬ。2週間後だったかな。あ、またバックだ。え、もう終わりじゃん。え、シークレットないじゃん。あ、ヒーリン6個。ないぜ、ホールアウト。ここか？違うな。見えるところに置いてあるんだいたい。ウケるわあいつ。ここ入ってこられないな。しゃがみオンリー。見えてる？多分見えるとは思うけど。うわ、やばい、二人いる。ブオーがいる。やばい、ブオーブオー、まずい。負け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 。せせせせせせせ。おお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 うどん？結構前に戻れる？うどん。そのところにあったか。さっき近く通ったけどなかったんだ。もう戻れないかな。まずいバレそう。いやーウェイーン。2周目やる？2周目多分もうちょろいよこれ。引き継ぎできるならスーパーちょろだよ。
ダッシュキルがほんとチートすぎる。コーナーキルはいらんけどな。で、終わりかな。まあこんなもんっすよ。ノーチップスキャン中、しばらくお待ちください。ノーチップを検出しました。入室を許可します。やっとか。ユキコとオニールに追いつけるといいが。お、大量だな。怪しいな。わ？どっちだこれ。エマージェンシーファイヤーだよ。うわー、すげー嫌な予感がする。もう最高だよお前ら。これデブ？はい。おい、なんでワンちゃんいるんだよ。ふざけんなよワンコロ。おい、ワンちゃん切っとこうぜ。ここで何これ。これ燃えるやつじゃん。熱い男だわ。熱い男ってか寒がりだよな。そこにステージ4がある。ふんぬの炎で、これはこれなんだ。 お前らか。腹がすげえ出てるぞ。こっちか。これはこれ叫びかな。すげえ動いてるけど。とりあえずここに凍結があるみたいだな。一個他はない。ここにももう一本あるわ。あとエマージェンシーあるな。これ多分水が降ってくるのか。こっちは奥に通じてるかな。多分作り的に一通になっちゃうから。やっぱそうだよな。何か聞こえる。何か聞こえる前にこっち気にしろよ本当。これあれだ、トラップつけとけばよかったか。彼に抵抗するのよ。ユキコ、下がれ。パイロ？やめて、混乱してるだけよ。パイロ、あ、オニール、やめて。オニールだって。どけ。邪魔するな、セバスチャン。ムグスかな。セオドア様のお導きだ。僕は信者になった。あの方をかくまった。代わりに新しい人生をもらったんだ。入信しよう。奴隷の人生か。わからないのなら君を燃やしてやる。もう嘘だろ、熱すぎだよこれ。弾いたね今。もう弾ねえし、そもそも。やりやがったな。あー、なんか弾いてるこれ。あれだ、与えても無理だ。一定時間は不可能だよこれ。熱すぎる。熱い、熱い、熱い、熱い。
あったかすぎだろ。無敵時間が多分10秒ぐらいある。熱い熱い、ここ、ダメだ、冷たい。これクールダウン使うか。なんで今撃ったらここ開いたの。おい、やめろ、なんだこれ。撃ったらなんていうの、これリコイルみたいなところが開いたぞ。ここからは出られないけど。なんだよこいつ。今いける。させ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 ない。何のダウンだよこれ。うっそーん。あたたあたたあたた。ここから逃げることはできない。この始末しろと命令されたんだ。ちょろいな。マスク外せよ。付き合いきれないよ。遊びは終わりだ。どこ行った。させるのかよあれ。ここからか。こいつらは特に関係なかったみたいなの。てかここセーブなさすぎだろ。こっちにもあるのか。2箇所な。で多分これリボルバーの方が強いんじゃないの。弾同じだろこれ。威力上げとけよかったな。威力が高いのかわからないけど、これ結構安定してるな、この武器。危ねえ、これいきなり初手で危ない攻撃してくるよな。ここから逃げることはできないよ。君を始末しろと命令されたんだ。これクソプレイできるんじゃないの、ここで待ってれば。死ぬか、僕みたいに変わるか。あっ、じゃあまいたな。このゲームのボットマジ目が良すぎるよな。後ろからやれないのかな。やれないわ。後ろから刺そうぜ。
なんでこいつ超反応するじゃねえかよ。はい、父なるセオドア様、彼に伝えましたと。なんかバレた。うっそーん。ここからは出られないけど、君は洗礼を受けなくてはならない。爆発しない。あたたたたたた。爆発しないこれ。おい、オイリー入ってんじゃないのあん中。あたたたたた、燃えてる。どうやったのか俺爆発すんの。強くないと僕は止められない。もう僕は弱くないんだセバスチャン。簡単には倒れない。逃げるな。なあ硬いなあ。もっと接種しないと無理だな。もうゼロ距離ショットいくか。多分次で一回休憩入ると思うこいつ。よし、ここからよ。付き合いきれないよ。遊びは終わりだ。あたたたたた、あとあとあと、あ次。積極的に走るよ。おい、これ壊れないぞ、この冷凍マシンみたいなの。おい、この範囲はひどいな。やばいやばい、行か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 。はい、父なるセオドア様、彼に伝えましたとも。走りが速くなったよ。ボンベ壊せるぞ。壊せるの？どうやって？え？ひたすら撃ち続ける？普通に撃ちまくるだけ。硬すぎだろ。ノアモだよね。やり直す？じゃあ。スモークのレベル高ければ煙幕でスニークキルできる。マジかよ。申し訳ございません、主様。彼を逃しはしません。誓います。あ、本当だ。壊れた。自分は優秀だと思っているんだろう。これでもう使えない？これ逆に辛いんだが、これ弱くないんだセバスチャン。簡単には倒れない。おい嘘だろこいつ。強化されすぎよこの走り。お前誰でボンベ壊すとか言ったの。もうもう無理だこれ。
なんでどんだけ来るんだよお前。燃えたし。あー煙幕スニークやりたいなこれ、ね、近くにあったっけ。ライト、ライトじゃねえわ、鏡。この前あたりにやると楽だよな。多分積んだ人用で置いてあった気がする。こっちやねんわ。ここになかったっけ。もう一個このタワーのところが続くだろう。ああスモーキー行ってみる。スクラップがないかもな。これか670ある200。ん、うわ1からか。3 65。おギリでいける。ここまでダメージを与える。これはまあ無理だな。イエース、いけるかこれで。ちょっと待った、ボルツが足りなくない。煙幕作るじゃん。1個ぐらいでいっか。もう一個いこう。もう一個。ちなみにバグ技だからボタン連だな。バグかよ。イモイプンも欲しいよな。イモイプン4。ショットガンこんなにあるのに全部使い切ってしまった。あ、ハープンもマックス。ハープン使っていこうか。メジカルケースがないよ。嘘。作っとくか。59ある。ちょっとこう。作ることないからな、こんな。葉っぱなんか大量にあるよな、薬。あ、ちょ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 、あここでセーブしたら死んだら、あそこじゃなくてここからやり直しだな。まあいいや、ランニングする時間も必要だからな。白い部屋通りたいし。なんでこういう演出なのか全然わからないんだけど、その先がこんなに汚い理由もよくわからんし。だぞ。これか。なんで前になってわけわかんねえよこれ。切り替えの方法がよくわからんよな。これか。こういうこと？バグじゃなくない？いや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 。暑すぎる。二回か。うわ。卑怯者。ああ、つい。頼む AD で回避してくれ。2回が限界だな。リロード速度とかも上げたい。うっそー。
あーしゃあないわ。遠いわあの場所が。セーブポイントないよな途中で。チェックポイント、なさそうだな。ファイルとかなんかあればチェックインされるけどな。いいか、いいよ、そう決まるらしいな。一度逃げるか。弱すぎて反応にならないと思ってるの。君は宣言を受けなくてはならない。ここにいる。逃げるな。バグってる。今のは強いじゃないか。トラップだっけ。ここから逃げることはできないよ。君を始末しろと命令されたんだ。君には選択肢が2つある。死ぬか、僕みたいに変わるか。あ、トラップじゃない。どこにいる。逃げるな。もうかよ。ひでえ。あたたたた。やべやべやべ。ふざけんなよもう。ちょっと。あ、ヒリ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 ンだ。やめろ、殴るな。卑怯者か。終わりかな。これ仕様だろ。バグじゃないだろこれ。じゃあな。セバスチャン、やっと消えた彼の声も恐怖心も。本当に怖かった。彼を止めてくれ。それは難しい。居場所がわからないからな。別の位相だ。ここじゃない。どこにもいない。隣の部屋にあるマシンを壊してくれ。何のことだ。彼を隠すのに作らされた。壊すんだ。そうすれば彼を通せ。
何があった？なぜオニールがあんな姿に？わからない。あなたと別れた後、拠点に閉じこもっていたから。オニールから連絡が来た時、声を聞いて本当にホッとしたわ。でもオニールじゃなかった。すでにあの姿だったの。聞いていたでしょ。説得しようとしたけどダメだった。セオドアが何かしたんだわ。残念だよ。彼を殺したくはなかった。残念だよ、殺したくなかったっていうの行動じゃないよな、あれは。悪意があるよな。オニールが話していたマシンを確かめに行こう。私の後ろの部屋の奥だと思うわ。行きましょう。行くないけど、なんか落ちてる。まさか。汚ねえ、なんだよこれ。壊れた火炎放射器、使うためには部品が必要。同じ武器を持った敵が現れれば奪えるかもしれない。やめろよマジで。使えそうだが壊れている。ここに燃料タンクある。合う部品が見つかれば。はい、主様。もちろんです。あ、セーブあるじゃん。はい、主様。もちろんです。マシンは正常に作動しています。感謝します。セオドア神父様。もったいないお言葉。光栄です。でも、彼女は害はありません。彼女は…いいえ。絶対に逆らいません。やばいな。あなたのためなら。ユキコ、聞こえる？製作室にいるんだ。みんな死んだら許可なんて関係ないだろ。ちょっと。いや、本っぽいな、なんか。あり得る。重要なものだ。お前、ホモか？セオドアの影響の証。ここはどこも手をつけられてるな。これか。彼と交信する道具みたいだわ。今ユキコは俺のものだからな。これは妙なものばかりだ。何か作っていたらしい。ネジたくさんあるじゃん。さっき言ってたものかしら。何これ。カメラ、コイル、よくわからん。まあいいや、向こうに一度目だな。これ前のマップ戻れないの、このゲーム。うどんのところ戻るであるなら。セオドア・オレスを知ってるんだな。もちろん。採用部門のトップよ。でもステムで何をしているの？目的は？お前の知らないことが起きてるんだ。奴はリリーを欲しがってる。オニールを見ただろう。必要なら誰にでも同じことをするだろう。リリーが手に入るならここを破壊することも厭わない。奴を止めないと。よくわからんが、安定化装置によく似てるな。とにかくオニールが言った通り、これを壊すとするか。当てもあることだしな。俺だ、セバスチャン。忘れられたかと思ったよ。クッキーの準備はできたか？ああ、早く使いたくてうずうずしてる。よし、ここの座標を送る。でかい銃も頼むぞ。狩りの時間だ。了解。もう向かってる。
後で会おう。なあ、爆弾か。こっちはほとんど終わったよ。準備ができたら声をかけてくれ。ユキコ、教えてほしいことがある。エズメラルダを見ても驚かなかったな。驚かないわよ、ステムでよく見るもの。もう大体わかるだろ。これ顔見知りなのか。私はみんなを知ってるの。新しい人員の評価を任されてきたから。団らんのない大家族みたいだな。危険な仕事のサポートには彼女は最適な人材よ。優秀な兵士だから。全くもってその通り。マイラのことも知っているな。ええ、一緒に働いていたから。なぜマイラはこんなことを。リリーが実験台にされるのなんで黙って見てられた。俺が死んだと言ったのはなぜだ。マイラの母性本能はとても強い。まさか。リリーに近づくためにメビウスに入ったのよ。まさかお前。それに実験とは手厳しいわね。リリーの待遇は良かったし、毎日母親と話すこともできた。あなたは死んだことにするって条件付きだけど、リリーのためを思ってのことだと思うわ。またこの構えかよ。母性本能が少し暴走しただけだと願いたいね。すべて終わったら家族で話せるといいわね。セオダの世界を見た。あれが心を反映してるなら確実に精神に問題ありだ。だから強い力を持ってるのね。隠れて出てこないがな。影から操る方が簡単なのかも。なら引きずり出すまでだ。オニールが言ってたことが本当なら。確かめる方法は一つ。爆破の時お前は避難した方がいいかもな。そうね。オニールの別の作業室に面白いものがあったの。使えるものがないか見に行ってくるわ。わかった。でも終わったら拠点に戻るんだ。これを壊したら何が起きるかわからんからな。わかったわ。お、これだけ？聞きたいんだが。なんだよ。ユキコのことは知っていたんだ。これ終わりか。もしかして起爆したら。メビウスに入る前、必ず彼女のオフィスに通されるからね。信用できるか？前ならできないって言ったかもね。だが全然終わりじゃない。以上、立場を考え直すだろう。ユキコも閉じ込められた身だ。断言はできないんだな。嫌なやつじゃない。愛想はないけど、ただ人をモルモットみたいに見るやつはどうも苦手でね。これを吹き飛ばしたらどうなるかわからん。そうだね。でも少なくとも先手は打った。リリーから手を引けと言って聞き入れるとも思えない。思いっきり盗み聞きされてるよな。納得してくれる相手じゃなさそうだ。見つけ次第殺せってこと。覚悟しとけってことだ。何が起きてもおかしくないからな。計画通りにな。悪気はないんだが、なんであんたみたいに賢いやつがメビウスなんかに入ったんだ。陸軍で爆発物を専門にしてたんだが、秘密工作のためにメビウスに出向してね。終わったらすぐ誘われたってわけ。それで簡単に同意したのか。かなり売り込みがうまくてさ。だけど契約の時多くは説明されなかった。まあ胸を張れない仕事もしてきた。でも盲目的に従うしかないんだ。逆らったらマイラに組織から抜けるチャンスがあるって言われた時は迷わなかった。ひどいこともしてきたけど、少しは良心が残ってるからね。これで爆破できるのか。余裕だよ。あんたが良ければいつでも行ける。やるぞ。いつでもいいぞ。他の部屋の装備品を調べてくる。二人とも頑張って。こいつ黒幕か。よし、じゃあ行くよ。ぶっ飛ばし作戦開始まで3、2、1。は？こいつら間抜けか。これ破片飛んできて刺さって死ぬぞ普通。エズメラルダ大丈夫か。
エズメラルダ。どこだ。前にはいないと思うけどな。セバスチャン・カスティアヌス、あなたは暗闇に入ることを拒む。この声はまさか。私を光の元に探すのですか。2日連続でこの声が聞けるとはな。いつも破滅してきました。来なさい、待っています。大事な娘に会いたいでしょう。行きなさい。夢見た全てを確かめる。わ？リリーいるのか。ザ・フューリー。ソロだよ。死の海だ。蓋12だと思う。やめろ、こんなところで出てくんじゃないよ、お前。出てくるんじゃないよ。ちょろい、おのげっちゅ。おのげっつ。なんかあるな。ショーン？ショーンいるか？ポーチだ。ハンディーポーチ。これだけ？なんかこのマップ広いな、普通に。見づらいだけど、なんかいろいろありそうだな、ほら。これシークレットない？ここ。なけりゃいいけど。そだろ。あぶねえ。おい、めんどくせえよ、もう、これ。いや、スルスルか。お家だけ回収しよう。あ、危ねえ、ちょちょ、下ドンが足りない。斧持ってる、みんな。みんな斧出さんだよ。ああ、なんじゃありゃ。なんだこいつ。お前らじゃん。お前ら何やってんだよ、こんなところで。無理か。肉が厚そう。やれたわ、ちょろいわ。見ろよ、この腹のでかさ。どんだけゲイブになってんだよ。フランクない？ある？うまい！今の視界ギリギリ取ってたな。これがプロ技だよな。ここにもなんかある。スニークできる範囲が異常だよね。上がらなくない？上がるのかな？
のだるいわ。多分取り逃してるよな。全部見る気もないわ。行くか。嘘だろ、ヘッショしてやれたし。やれてない、ふざけんねマジで。あいつどんだけ硬いんだよ。全然バレてねえじゃん。何これ、視界ゼロ。デブもいる。燃えたページ2。なかなかと熱く語られてるだけで。入信させるためのコツが書いてある。よくこれでやれるよな。急所ついてるのかな。知り尽くしてるよなやつを。ママは諦めなかった。パパとは違う。なんだよこの棒読み。ママは教えようとしたのに。やるしかないわね。
違う、そうじゃない。あなたはしくじり、彼女はなしとした。聞くことを拒む、二人とも失った。そして自分さえ見失った。分かったような口を聞くな。マイラは知っていたのだ。願いを叶えるには服従し、組織に入るしかない。まさか入信しちゃった。ワンコロマジで。お前は来なくていいよ。嘘だろばー。けどワンコロいるだろう、多分一匹いるってことはもう二三匹はいるよな。いたわ。バレたバレたバレ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 。さあ一緒にこいつを発見。これワンコロだな、犬だな。近づくの。お前かよ。もうあーダメだ、ワンちゃん近い。あれやりに行ったら絶対バレるわ。今いける。あ、斧出たな。ワンパン狙えるな、斧あるから。あ、どこ行くのこれ。めっちゃ広いんだけど、このマップ。つらだらけじゃねえかよ、多すぎ。うわ、嘘だろ。またいるし、この斧でやるか。バレ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 
ちょろいわ、斧。マジ斧強すぎ。お、シークレット、やばいやばい、ワンコロいる、やばいやばい、いかん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 、バック、マイク接続切れたわ。立て直す。